ネル岡田ジャパンと言います。よろしくお願いいたします。前回グッチョ狙ったんですけど、その隣にあったこちらのラスカル、めちゃくちゃ可愛いじゃないですか。俺気になっちゃってしょうがなくて、今回こっち撮っていきたいと思います。じゃあ何回撮れるでしょうか。やっていきましょう。じゃあ撮っていきたいと思います。どれがいい？前室が一番狙いやすいかな。これ狙いやすいんじゃない。じゃあここら辺で撮っていきましょう。じゃあ一発、一発で撮れちゃった時よ。前回と一緒でアーム強いね。あんま強くなかった。お、いいんじゃない。ギユーさんが邪魔をしてるね。これいい感じで頭はまっちゃってるから、首元に引っ掛けてこのギユーさんの山を越えよう。動くよ。脇腹に刺さった。おお、いけるいけるいける。猪之助の方がいけるような感じ。ちょっと浮気して猪之助行ってみる。ここら辺かな。やられていった。ちょ、もう一回再チャレンジ。うまく入ればちょっと頭らへん入ったんじゃないですか、これ。おお、背戻った。こっち向きで止まっててくれればね。あとちょっといけるっすよ。おお、やっぱこいつが邪魔をしてるね。こいつがキーマン、うまく置いてるよこれ。お、前出てきた。この間にちょっとうまく差し込めれば取れるんじゃない。ダッシュ頑張ってくれ、頑張ってくれ。そんなことやってるとこっちのネッポちゃんが取れやすくなっちゃってこっちにまとめ打っていたんですやっぱ頭だね。もっと左に寄せて頭を狙う。お、これいけるんじゃね。もうあと一発っすよ。落ちるよ。ゲットしました。猪之助めっちゃ可愛いね。他にもね、さっき取ろうとしてた善逸だったり、あとは義勇、あとは炭治郎とか猫もいます。ぜひこんだけたくさんあるんで、運が良ければ結構早い段階で取れるんじゃないのかなとは思うけど、ぜひ興味があってやりに来てください。じゃあ今回はこの辺で、バイバイ。